皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのしてるフォトです。昨日配信した、緊急事態ということで、保管していたねカメラがいつの間にか、特にレンズシャッターのカメラがね粘ってしまったっていうようなお話をして、で皆さんぜひご点検くださいという YouTube 配信させていただいたんですけれども、思いのほかのね反響で驚きましたね。やっぱりフィルムカメラユーザーの方は1台ではなくて、おそらくね私よりたくさん持ってる方たくさんいらっしゃるみたいですね。私は46台だってお話をしましたけれども、どうもね皆さんの様子見てると、おそらくそれ以上皆さん保管されてるんですね。ということで、あまりの反響にね、私の方がね驚いてしまいました。一晩開けたらもう1000回以上の再生になってましたのでね。はい、ということで、まず一つはね、まあ皆さんにね、有用な情報だったのかなとも思います。もうとっくにね、そんなことやってるよっていう方もいらっしゃったと思いますし、まあカメラが、まあ使わないとね、不調になるということを、まあ知らなかった方もいらっしゃると思いますので、まあこれからも何か有用な情報があればね、配信していきたいと思います。ということで今日のテーマは、はい、皆さんのバースイヤーカメラ、は何でしょうかという動画を作ってみました。はい、その経緯についてお話をしたいと思います。実は今日ね仕事の帰りに私の師匠である、写真館ですね、横平カラー現像所という写真館の社長さんのところに立ち寄ってきました。そしたらね、私が来ることを予想していたのかどうなのかわかんないんですけれども、このレンズを用意してくれてたんです。はい、これ何かっていうと、レンズですよ。レンズ。キャノンの FD の 50mm の F1.8 のニュー FD レンズですね。このレンズを、撮っておいてくれました。で、私もね、実はニュー FD の方は、35105だったかな。ズームレンズしか持っていなかったので、ニュー FD 一本欲しいなと思っていたんです。そしたらね、本当にちょうど、ジャストのタイミングで撮っておいていただきました。で、このカメラで使いたかったんですよ。キャノンの T90 でこのニュー FD を、使って、このキャノン T90 の能力をね、最大限に発揮するような写真が撮りたいなと思っていましたので、本当にね、今日はラッキーだなぁ。ラッキーでしたね。ありがとうございます。いつもね、お気遣いいただきましてありがとうございます。ということで、まあ、レンズの方はね、この お話なんですけど、これもう今、プログラムでセットしてありますので、マニュアルですけれども、もう、はい、今だと250分の1の F5.6 って、ちょっと遠くに行くと60分の1の F2.8、まあ、暗い方だろうね。という風に、シャッターが切れる。はい。これでね、もう一回ね、一度失敗してるので、再度、このカメラで撮影に挑戦してみたいと思います。はい。まず一つは、このカメラなんですけども、実はね、今日行ったら、今までね、もう十数年間見てたんですよ、このお店で。だけど、なんて不格好なカメラなんだろうっていうことをずっと思ってました。で、私は1962年の生まれなんですけども、この、ね、原稿社の発行している1962年っていうところを見ると、私のバースイヤーカメラって今持っているもので言うと、1962年ですよ。発売になったのは、まあ、以前持っていましたけど、オリンパスのペン D ですね。これは、実際に持っていて何枚も撮影しました。今持ってないませんす。で、じゃあもう私バースイヤーカメラ持ってないのかなと思って、ここ見たらね、ペンタックス SV。まあ、SV 私今持ってないんですけど、SP からですからね。持ってませんけれども、なんとニコンの、はい。ニコレックス F。はい。前からね、
気に入ってるって言っていたこのニコロ XF が実はバースイヤーカメラだったんですね。これは驚きましたね。今日初めて気がつきました。これ1962年、もう62歳のカメラなんですね。ねえ、あ、62歳、そうですね、今62歳のカメラなんで、ね、本当にね、堅実に動いてくれて、これはやっぱりね、バースイヤーカメラは、必ずね、レンズ、フィルム撮らさなきゃいけないですよね。ということで、今日、そのお店でね、もう前からあったんだけど、使い方もよくわかんないし、しかも、なんとも無骨な感じで、あんまりね、興味がなかったカメラがあったんです。でも、よくよく見ると、なんか面白いカメラだなぁと思って、今日ね、お店でよくよく見せていただきました。そのカメラ何かっていうと、フジカです、フジカ。フジカの、35 オート M というカメラなんですね。このカメラをお持ちの方いらっしゃいますかね。これ実はね、帰ってきて、この冊子見たらね、この冊子じゃなくて、この冊子には載ってなかったんですよ、実は。富士フィルムのホームページを見たら、このカメラね、なんと1962年の3月の発売ということで、私より約、まあ、半年ちょっとかな、前に発売になったカメラだ、そうです。で、このカメラ、最初ね、もう全然使い方がわからなくて、もう、これね、巻き上げここになるんですよ。巻き上げ下です。これ確かね、この時代のカメラって、この巻き上げ下のカメラって結構ありましたよね。前は私が持っていた、ペトリーハーフも、下側に巻き上げトリガーがあったんですね。で、面白いのは、巻き戻しのレバーが、ここにあるんですよ。で、ここにあって、ここで、ここを回してね、巻き戻しをするんですね。非常にユニークな、デザインなんですけど、当時やっぱり各メーカーが試行錯誤をしていたんだと思います。なので、まあ、こういったカメラになったんじゃないかなと思います。で、はい、このカメラが実はね、富士フィルムのホームページにまだ載っているんですね。当時どんなカメラだったかということについて、ちょっと先にね、ご説明をさせていただきます。35mmAE カメラ、富士カオート M の開発ということで、この富士カオート M は1962年、昭和37年の3月に、当社はこれまで EE カメラをの壁を破った世界最初の複式プログラムシャッターを搭載したフジカ35オート M を開発し、国内と国外で同時販売した。わあ、すごいですよね。世界初の複式プログラムシャッターを搭載したんですよ。ということで、このカメラっていうのはフジカオート M ということで、これですね、フジカオート M ですね。複式プラムラムシャッターの機構は、シャッター速度がどこにセットされていても、まあ、シャッター速度がどこにセットされていても、まず絞りが調整され、絞りだけで調整しきれなくなると、シャッター速度が自動的に調整されて、適正露光が得られるもので、いいカメラでありながらも、種類の異なったプログラムを自由に選ぶことができる。AE ですね。カメラと呼ばれ、国内市場はもちろん、海外市場でも好評を得たということで、この後のカメラはね、1964年の9月に発売になっていますけども、この時はね、セレンなんですね。このセレンっていうところがまたいいんですよね。で、やっぱり なぜセレンがいいかっていうと、このセレンね、すごいんですよ。もう62年も経過しているのに、セレン反応してるんですね。セレンって寿命が長いってよく言われますけど、本当にね、今、シャッタースピードすごく遅くなりましたよね。で、例えば、明るい方を向けると、シャッタースピード速くなりましたよね。ね、
で、暗いとこも行けるとシャッタースピードが遅くなる。で、絞りも自動に調整されるという、本当にね、すごいカメラなんですよね。最初ね、もう全然使い方がわかんなくて、で、この、いつもオートになっているんですけど、このオートの外し方、マニュアルにし方がわかんなかったんですよ。で、まあいろいろね、試行錯誤して、そしたらね、この後ろの、ボタンを押しながら、ここにある、なんていうかな、レバーを使って回すと、回るということが、わかりました。それがわかるまでね、相当な、時間がかかりました。で、家に帰ってきてね、持ち帰って、相当ちょっと錆というかな、なんていうのかな、劣化してたので、ピカールをちょっと使って、綺麗に磨いたらね、こんな風にピカピカになりました。磨いているうちにね、だんだん愛着が湧いてきて、これはやっぱりね、セレンが正しいかどうかって本当は全然わかんないじゃないですか。でもね、以前私、オリンパスペンDで、撮影した時もそうだったんですけど、意外にね、綺麗に映ったんですね。なので、このカメラでね、もう一度ね、このオートでね、撮影してみたくなりました。で、結果的にそれが失敗写真であっても、それはそれでね、いいと思わないですか？いいですよね。なので、これはね、バースイヤーカメラなので、また、カメラ減らすと言いながらも、また増えちゃいましたね。で、私の師匠にね、これ一体いくらって聞いたら、500円だって言われたんですね。もう買わないはずはないですよね。買わない理由がないですよね。なので、今日はね、バースイヤーカメラ2台目になりました。ニコンのニコレックス F と、それから、フジカ35オート M ですね。はい。皆さんはバースイヤーカメラお持ちでしょうか？ね、きっとね、バースイヤーカメラって持っていると、なんとなくね、愛着が湧くと思います。自分と同じ年数をね、生きていたカメラだということで、愛着湧くと思いますので、もしお持ちでない方はね、ぜひ、バースイヤーカメラ手に入れられたらいかがでしょうか。はい。ということで、今日はね、この、はい、フジカ35オート M の、が私と同じ年だったというお話をさせていただきました。はい、続きまして、今日も皆さんからね、写真投稿をいただいておりますので、みんなの写真館、はい、開館します。はい、まず最初にご紹介するのは、黒パパさんですね。いつもご投稿いただきましてありがとうございます。ということで、ちょっとね、コメントを読まさせていただきます。いつも投稿を紹介していただき、ありがとうございます。今日も草井さんの言葉を拝借させていただき、酸っぱい匂いのネアから投稿します。今日は1988年の白馬岳に登山した、ごめんなさい、白馬岳じゃないです。長野県なのに間違えました。白馬岳ですね。白馬岳に登山した際の写真をお送りします。このネガはビネガーシンドロームの色が多分乗ったままだと思います。雲の色が黄色っぽくなってしまったのままですが、参考に送らせてもらいます。白馬岳は普通、最短距離の大雪渓を登って、他の、緩やかなルートで降りるのが普通でしたが、この時はよく知らず、津賀池から登って大雪渓を降りるルートをたどって、大変だった記憶があります。1枚目は多分白馬岳を北側から撮影したものだと思いますが、違っているかもしれません。2枚目は高山植物を手前にし背景に雪渓を写したものです。3枚目は断崖に咲く高山植物の写真です。ビネガーシンドロームを避けるためにホワイトバランスを整えてしまうと他の黄色の部分までおかしくなるので、おかしくない範囲でホワイトバランスを整えて、デジタル化したままです。ライトルームのソフトを持っていないので、スキャナーで取り込む際しか、
調整ができませんということでね、確かにね、1枚目ちょっと空が黄色っぽく見えますけど、その時のやっぱりね、登山の時の様子がよく現れていますね。山はね、何年経ってもあまり様子ってね変わらないんですけれども、まあだからこそね、山の高山植物ってね、写真に収めて撮ってき、ていただくのはね、本当にいいことだと思います。採取してしまうと、もう何十年とかね、何百年とかいう期間ね、再生しないという話を聞いたことがあります。本当にね、素敵な山の写真3枚ご覧ください。はい、続きまして中太郎さんですね、こんにちは。2回目の投稿になります。以前もねご投稿いただきました。約40年前に新品で購入したペンタックス ME スーパーがミラーアップし、シャッターが切れなくなってしまいました。そこでカメラの北村で仕売り見積もりをしてもらうと26,000円かかるとのことで、そのまま返却してもらい、ダメ元で自分で裏蓋を外して、清掃して庭化調整してみたら、なんと復活しました。おお、素晴らしい、テスト撮影を兼ねて、SMC ペンタックス、50mmF1.4 のレンズに、コダックゴールド200を装填して撮った3枚を投稿します。はい、1枚目はね、廃校に隣接する静かな庭園の情景で、タイトルは声の消えた庭。2枚目は焼却炉の横で育成する小菊の花。お名前、タイトルが喧嘩のごとく。3枚目が赤そば畑から眺める霧島山麓です。で、これはね、秋雲という、名前がついています。ということで、本当にね、ネーミングが素晴らしいというか、写真のタイトルの付け方が素晴らしいですね。写真のタイトルね、付けることって普段はないんですけども、写真展の時にはね、写真にタイトル付けますけれど、写真にタイトル付けることってすごく難しいで、とともにやっぱりね、その時の思いを、文字にしてみるっていうのはね、すごく大切なことだと思います。はい、素晴らしい、本当にね、タイトル通りのお写真3枚ご覧ください。はい、今日最後のご投稿者はさやかさんですね、こんにちは。いつも楽しく拝見しています。今日は国鉄型特急車両を紹介いたします。カメラはペンタックス K5、 レンズはシグマの50-500mmF4.5 から 6.3 です。1枚目は38系、特急木の先、カーブでも高速で走行できる振り子機能が特徴です。本当にね、カーブですね振り子になってますね、2枚目は485系1500番台、特急稲穂、寒冷地でも走行できる体感設備が充実しています。屋根のヘッドライトが2つ備わっています。あー、なるほどね、3枚目は485系ライチョウです。交流区間、直流区間を続けて走行できる性能を持っています。紹介した国鉄型特急車両は全て引退してしまいました。ということで、3枚ともね、私が見ると全部同じ電車に見えるんですけど、よく見たらね、やっぱり2枚目のお写真の、稲穂ですね、ヘッドライトが2つ備わってますね。
私が見たら全部し、シナノと同じ振り子型電車に見えてしまいますけど、よく見ると、やっぱり、それぞれ工夫された、列車なんですね。はい。素敵な写真3枚ご覧ください。はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございましたね。今日は偶然にもバスイヤーカメラ、ずいぶん不格好でね、古臭いカメラだなと思ったら、自分も外から見たらこんな感じなんですかね。はい、でもね、磨いているうちに本当にね、いぶし銀のように綺麗になって、まあこういう風に、こういうカメラに、みたいに自分もなりたいなと思います。はい。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。